まあ、強いて弱点といえばですね、視野が取れていない状態で寄せられている時に、まあ、厳しいボールつけられたりとかすると、まあ、失ってしまうところだったり、あとは右サイドバックで駆け上がったり持ち上がった際のクロス精度、これなんかはもう少し、まあ、あの改善できる、あのボロボロってわけではないんですけれども、ほんのちょっと合わないとかですね、あのファー側に行き過ぎてしまうとか、まあ、そういったシーンがありますので、このあたりなんか冨安自身も改善していくところだと思います。であと1個だけ言うとしたら、守備の時の1対1の前傾姿勢になりすぎるところ、これなんかもあの井原監督が最初出会った時猫背だなっていうふうに思ってて、このね背筋みたいなところを改善するように言ってたっていうのが出ていますので、今ね、まあ、相手のスピードが、このすごいプレミアリーグなんで、その中でより一層ね癖出てしまうのかもしれませんが、前傾姿勢になると横に振られたりね、もう縦に抜かれそうになると、もう姿勢を直して体勢作り直してっていうのが、まあすごくまあ大変になる、その動作が大きくなりすぎてしまって抜かれやすいって現象は冨安だけじゃなく、もうめちゃくちゃ褒められるディフェンスのアスピリクエタとかでもある現象なので、うまく手を使って対応してるシーンとかもあるんですけれども、相手のレベルが高くなるとこの辺りね狙われるポイントだと思いまして、センターバックに使われるとこの前傾姿勢によって出足がいいみたいなこともあるんですが、サイドでの1対1の前傾姿勢を直せるともう本当に手のつけられない選手になると思います。まあこんな感じで最後弱点言ってしまいましたけれども、ただね、まあこういったところ本当に細かく見ていかなかったら気づかないような、そのぐらい日本歴代もう最高クラスのセンターバックの選手だと思いますし、アーセナルで当たり前みたいに出るだけじゃなく、サポーターにねもう誰よりも重要な選手だって今言われてる冨安なんで、今後もね日本の誇りとして応援していって、冨安がより一層成長していって、どんなね、夢を僕たちに見せてくれるのかというのを、期待していきたいと思います。面白い動画だと思ったら、いいねコメントチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。レオザフトボーでした。